マリーン・ウォッティはジャマイカの出身でスロベニアに移住した陸上競技選手。オリンピックに7大会連続出場。オリンピック世界陸上競技選手権大会において決勝まで進み優勝候補に挙げられながら優勝できず3位入賞が多かったことからブロンズコレクターブロンズの女王というネーミングまで与えられたが1993年の世界選手権で ようやく金メダルを獲得した。2000年のシドニーオリンピックには40歳で出場したが、その後に若返りを図ったジャマイカ、陸上競技連盟と対立。スロベニア人のコーチから指導を受けていたこともあり、ジャマイカを離れて、スロベニアのリブリャナに移住した。2002年にスロベニアに国籍を移し、2004年アテネオリンピックにはスロベニア代表として出場。 2007年の世界選手権を大阪大会でも47歳という年齢で出場している。2012年のヨーロッパ選手権ヘルシンキ大会には52歳という年齢で400メートルリレーに出場した。これはすべての種目を通じてヨーロッパ選手権における最年長出場記録である。モットーは生涯現役。52歳、8度目五輪なるか、オッティ。 陸上欧州選手権へ。朝日新聞。2015年2月20日閲覧。52歳、オッティ、8度目の五輪届かず陸上欧州選手権。朝日新聞。2015年2月20日閲覧。マリオン・ジョーンズのドーピング違反による金メダル剥奪で4位から繰り上げ。ありがとうございます。